はいどうも、ゼロゼロちゃんです。本日はですね、こちらの商品紹介していきたいと思います。またもですね、カモさんで買っちゃいました。梅田店ですね。今回本当はね、HG を買う予定だったんですけども、まあ、ちょっとね、甘えのフィッティングの良さに FG を買っちゃいました。それではね、早速開けていきたいと思います。まあ、この箱でね、わかる方はわかるかと思います。はい、というわけで、プーマさんの最新サッカースパイク、プーマキングでプラチナの FG をね、購入いたしました。今回ね、プーマキング復刻というところで、今回は FG モデルと SG 取り替え式ですね、のモデル。そして1個値段の安い、12,000円ぐらいかな。HG が出てるんですけども、まあ、今回ね、001は、まあ、HG を目当てにちょっと行ったんですが、あまりのね、まあ、HG もすごく良かったんですよ。HG もね、サッカーする子からしたらすごくいい。価格帯もちょうどいいし、あの価格であのカンガルーレザーだったらすごくいいなっていうようなシューズだったんですが、ちょっとね、FG が思った以上に良かったので、今回 FG をすいません、購入しちゃいました。一応まあ AG でも使えるものにはなってますので、まあ試合用でね、人工芝っていうことは、まあおすすめするシーンってあんまりないかもしれないですけども、まあ人によってはね、使うって方もいらっしゃると思うので、まあその点ね、参考になるかと思いまして購入いたしました。それではね、早速機能性の詳細を見ていきたいと思います。まずアッパーにはプラチナムカンガルーレザーが採用されてます。非常にですね、キメの細かいカンガルーレザー。で、薄いんですよね。かなり薄くて、見てもまた分かる通り、すごく上質なカンガルーレザーが使われてます。裏側の裏材には起毛素材が使われてまして、この間にね、クッションフォームを採用してます。こういった風に横方向に入れて、こういった風に縦にも入れてっていうようなクッションフォームですね。もう最低限の伸び止めとタッチ感の向上というところだけを図られたアッパー構造になってますので、まあ、非常に足なじみの良さが体感できるであろうアッパーに仕上がってます。クッションフォーム本当に少ないですね。これだけです。あとは本当にカンガルーレザーの足なじみ柔らかさっていうのが体感できる。足側、裏側も起毛素材でかなり足当たりのいいもの、ソフトなものになってます。中足部以降もカンガルーレザーですね。この辺もレザーが採用されてますし、インサイドもレザーです。もちろん部分部分によってちょっとね、違うレザーを使ってますが、かなり足なじみのいいカンガルーレザーが全面に採用されてます。で、後部がニットですね。エボニットみたいな感じの非常に柔らかいニット素材が使われてます。フューチャー 19.1 のローとか FG ローとかで使うようななんかニットの感じですね。結構柔らかい感じで、こちらニットとレザーの接合部にはポリウレタンフィルムで圧着してまして、シューレースはね、通常通りセンターに配置されているようなものとなってます。で、かかと周りは人工皮革ですね。で、しっかりとカウンターがついてます。強固なカウンターでかかとをしっかりとホールドするようなものになってます。で、かかと裏材には人工皮革ですね。ただここも柔らかな人工皮革です。で、中底に関しては見えないと思うんですが、前だけ固形性を高めるようなプレートが貼ってあって、あとはね、軽量性を高めるような設計になってます。インソールに関しても表面がちょっと柔らかいぐらいで、裏側なんもないシンプルなインソールに仕上がってます。ちなみに今回サイズは FG モデル 25cm を購入して、まあ、ちょうどいいぐらいのサイズ感で履けております。幅感とかも結構タイトめで、デー幅ぐらいかなと思います。で、最後アウトソールですね、ナイロンでできた、非常に軽量なプレートが採用されてます。プーマ1とかにも採用されてます。非常に高反発なソールですね。ラピッドスプリントフレームなんて言ったりもします。一応ベースは円柱スタッドで、旋回性だったり結構長いのでグリップ性も確保されてます。で、先端にはブレード1本と中央にブレード1本ってところで、まあ、加速性をさらに高める。で、この辺は安定感ですね。このブレードスタッドは安定感を高めるようなスタッドになってまして、この辺もそうですね。で、かかとのところには旋回性とグリップ性を高めるような円柱スタッドが採用されているといったものになっています。25センチで片足重量が 185.8g になります。こんだけレーザーを使っててこの軽さっていうのはかなり驚異的かなと思います。以上で、プーマさんの最新サッカースパイク、プーマキングプラチナム FG の紹介は以上となります。非常にね、この柔らかなカンガルーレーザー。しかもね、相当な範囲使ってるっていう、この足なじみの良さっていうのは一つやっぱり特徴ですね。で、やっぱりこの後部のニットのフィット感だったり、まあ、カウンターのね、しっかりとした強度だったり、アウトソールはね、ラピッドスプリントフレーム、非常に高反発なソールでできてますし、グリップも高いソールなので、まあ、バランスとしてはソールはかなり反発スピードより、アッパーはかなりフィッティング柔らかさよりってところで、このバランスがね、どこまでうまく保たれるかっていうのが、一つキーになりそうな気はします。ただ非常にね、その上側のフィッティングフィッティングだったり、その機能性っていうのも非常にいいものを持っているので、これはね、非常に使うのが楽しみなシューズです。以上で、プーマキングプラチナムの紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。またよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回。